はい、皆さんこんばんは。ベロエさんです。皆さんにお知らせがあります。この間うちのね、母猫の、チャトちゃんのね、動画を上げた時にちょっと立ちくらみがした。もしくは爪が引っかかった。爪よう見たら引っかかってなかったけどね。で、まあ気になってたので、今日の夕方、病院連れて行きました。で、エコーを取ってもうて、で、いろいろ血液検査もしてもらって、全くの異常はなかったです。至って健康でございました。ただまあ皆さんのところで一緒に過ごしてるワンちゃん、猫ちゃんもあるあると思うんですけど、こう歯石とかね、猫って口臭が臭いんですよね。で、どうしてもね、歯槽膿漏になったりとか、する場合があるんですよね。ワンちゃんと違って、そのニャンコはね、歯磨きとかちょっとね、やりにくいんですよね。もうほんまに小さいうちからやっとかんとかわからへんけどね、性格のよのかわからへんけどね、やったことないかわからへんけど。で、まあ、病院に行って、その行った時に病院が一番ストレスたまる、そのストレスの、数値はちょっと上がっとったんですけど、で、まあ、体重前のワクチンの時に測った時より300グラム減っとったんですよね。で、まあ、その、なんて言うんですかね、まあ、ちょっとうちの子たちはみんなね、コンコロコンやから、で、まあ、それぐらい減っても別になんともない、ないそうですね。で、次ね、歯石をちょっと取るためにね、予約をしてきました。どうもね、やっぱり、ほっとくとね、今ちょっとカリカリの餌ちょっと食べにくそうにしてるんで、で、まあ、元気なは元気ないけどね。で、ちょっと歯石を取ってもらって、で、まあ、歯を見てもらおうという感じで予約は入れました。で、まあ、内臓の方とかは全部何もなかったんでよかったです。ほんで、最近、チャットがね、舌出したりするんですよ。何かあるんちゃう、いろいろ調べたら何かあるんちゃうかと思ったら、別に何もなかったですよ。そういう出す猫もいてる感じでね。ほんで、俺気づかんかってんけど、パートナーがね、前からチャットは舌出したでって言うから、ええー、って、いかに俺が一緒に住んでて、見てないかっていうのがね、ちょっとね、凡ミスやね、これもね、そういうのがありました。で、まあまあ、ほんまね、とにかく良かったですよ。もし舌出すので、なんか結構携帯とかで見たらやばい病気とかもうなってる場合もあるみたいなんですよね。で、それも先生に聞いても、それは大丈夫ですと。ほんで、うちのボス猫ももくんもね、小さい方あるでしょ、ね、おしっこの方を、前まで2回ぐらいやってたけど、でもこの頃1回しかせえへんって言って、で、昨日は2回やったって言って、で、パートナーがものすごい心配しとったんですよ。ほんで、先生曰く、やっぱりね、人間と一緒で、超えてくるとね、トイレ行くのめんどくさがって、我慢する場合もあるらしいですわ、動物も。ほんで、起き上がるのが、体が重たいから行くのが嫌で、ほんで、一回だけ違うかって先生の話ですけどね。でも、まあ、これがね、続くと、やっぱりね、やばい状態になりますんで、もしね、皆さんの周りでね、そういうような、にゃんことか、ワンちゃんがいてたらね、見立ってください、本当にね。で、まあまあ、理由を聞いたらね、太ってるからこう行くのがめんどくさいとか、おいらでももうちょっと3キロ超えただけでも、もう動くのしんどいとかありますからね。だから、動物にもそういうのあんねんなと思ってね。まああくまでも、先生が直接猫と話したから、とか、そんなんじゃないと思いますけどね。憶測で言うてると思うんだけど、ね、まあ、結構そういうニャンコやワンちゃんとか多いみたいなんですよ。はい。だから、まあ、今んとこね、深刻に考えるようなことじゃなかったね。ほんま良かったです。チャットの場合も、モモの場合もね、モモちゃんとおしっこ2回しましたし。ね、ほんまにね、皆さんもね、今ね、一緒に住まわれてるワンちゃん、猫ちゃん、まあ、その他のね、動物たちと暮らしてることはね、できるだけ気づいてあげてね、病院に連れてってあげてください。もう我々はもう先生に委ねるしかないんでね、素人なんで。
医学のことまでわからないんでね、はい、というお話です。今日はこの後9時から一応ライブ配信する予定なんですけど、皆さんよかったらライブの方来てください。よろしくお願いします。